DAW レッスン堀田です。鈴木です。キューベースショーストリップス、今回はサイドチェインを使ったダッキングの使い方をご説明したいと思います。はい、よくダンスミュージックを中心に聞くあれですよね。はい、そうです。あのファッファっていうやつです。はいはいはい。何が起きているかっていうと、はい、サイドチェインという機能自体はコンプをトリガーするものを別の楽器トラックとかに置き換えてあげて、はい、要は結局コンプレッサーかかってる時間、スレッショルドなんて言えばいいんでしょうね、うん、コンプ要するにコンプレッサーの制御をそのトラックではなくて他のトラックのソースで行うよっていう考え方ですね、うん、そうです。ですので、まあ、サイドチェインっていう考え方自体は、はい、コンプレッサー以外でも使われるものなんですけれども、まあ、便宜上よく一番よく使われるのがやっぱりダッキング、コンプレッサーを使ったダッキングなので、うんうん、サイドチェーンイコールこうダッキングサウンドみたいに考えていくことが、まあ、事実上いいのかなっていう感じですよね、うんうんうん、そうですね、はいはい、では実際どうやってやるかっていうことなんですけれども、はいはい、まず今2つ素材を用意しました、はい、今回は何を使って何をダッキングさせます、ドラムのキックを使ってシンセサイザーの今、まあ、ドミソが鳴ってる状態なんですけど、はいはいはい、まあ、シンセをキックでダッキングするような形を取ってみたいと思います、はいはい、というわけで、ドラムとシンセが今います、はい、で、今分かりやすくするためにあえてこれがドラム、まあ、2トラックなんですけど、はい、アウト2ってやつが今キックだけ鳴ってる音になってます、はいはい、なので聞くと、まあ、こんなような素材です。はいはい、はい、で片側もう片側はシンセの音ですね。シンセの音ですね、まあ、ただパー出てるだけです。はい、はい、でこれに対してじゃあまずかけたい、ダッキングさせたい方は今シンセ側なので、はいはいはい、シンセ側にコンプレッサーを当てます。はい、はい、コンプレッサー、ごめんなさい、これだ、ね、ものすごくシンプルに言っちゃうと、うん、キックドラムが鳴ってるところで、うん、フェーダーを一時的に下げようよみたいなことをコンプでやってるって感じですよね。そうですね、はい、はい、で、サイドチェーンのボタンはここにあります、はい、サイドチェーンを有効化、今オレンジついてる状態でそれがオンです、うん、今、はい、ナチュラルにやっちゃったんですけど、はい、で次センドで、はい、今ドラムの今キックをここに抜き出してあるので、いやパラアウトしてると。そうです、そうです、はいはい、なのでここに対して、当てます。当てる場所はサイドチェーン、今レトローグ01インサート、はい、コンプレッサーってなってるんで、まあ、これですね。それはあれですか、はい、トラックに先ほどインサートしたコンプレッサーで、うん、サイドチェーンモードをオンにしたから出てるってことですか。そうです、そうです。これしてないと出なくなっちゃう。はい、出てこない、うん、なるほどなるほど。普段は出ないです。なのでオン必ずじゃあプラグイン側をオンにしてからセットで送りましょうってことですね、うん、そうです、そうです。ここでまずオンにしないと、まあ、出てきも来ないんで、はいはいはい、はい、そうしていただいて、でオンにします。はい、そうすると、まあ、リバーブで出てくるようなパラメーターが出てくるので、うん、プリポストっていうのを選んで、まあ、ポストですよね。はい、じゃあ実際にかけてみたいと思います。でレシオナリを上げていって、はいはい、でスレッショルドを下げていくと、おこのゲインリダクションの場合、パラメーターがキックに対してかかってるよっていう風になるので、はい、あとは自分の好きなところまで当ててあげればこんな感じになりますよっていうような雰囲気になります。はい、まあ、はい、この時のポイントとしては、うんうん、スレッショルドとかよりかは、うん、アタックリリースですよね。そうですね、アタックリリースでどんだけ要は、コンプが踏まれは何ですかね、キック入れた時にどれぐらいのね速さでこう音量が下がって戻ってくるのかっていうスピード感が変わってくるので、うん、リリースが変な話、うん、一番大事かもしれないです、ね、あとねレシオは結構がっつりいっちゃった方が多分分かりやすいですよね。そうですね、うっすらだとこれなっってるかな、うん、なってんのかなみたいな風になると思うので、はい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 、ここはガチッとやってあげた方が分かりやすくて気持ちいいのではないでしょうか。はいはい、まあ、他にも何でしょう、ドラムのそのオーバーヘッドにちょっとかけたりとか、うんうん、まあ、そういう風にする使い方もありますし、ミックスにおいても有効な手段ですよね。そうですね、これなんかもうエレクトロしかできないんだってわけではないので、うんうん、いろんな場で試してみてもらえたらいいのかなと思います。はい、はい、ではぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。ございました。